呪われた物語最後の願い、この本を手に取った者へ私の願いを聞き届けてほしい。過酷な道になってしまうことを許してほしい。そして身勝手な願いをしているということも。遺言みたいなやつね。あなたのような願い、それはかまど炭治郎のモノマネを3分間してほしい。全力でしてほしい。これは逃れられない運命。頼みましたよ。ふざけんなよマジで。呪いじゃん。うわー、かまど炭治郎ってどんなんだっけ。いや無理だよ。かまど炭治郎ってどんなんだっけ。やばー、これこの本抹消した方がいいよ。炭治郎です。かまど炭治郎です。水の呼吸